お、猫、ありがとう。眠すぎてやばい。もう眠すぎてやばい、本当に眠すぎて。もうホテル帰ってきて、気づいたら寝てて、メール送れなくて。眠すぎる。やばい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 。眠すぎる。6時起きだった。けいちゃん好き、ありがとう。配信中寝た人いるの？いるの？エンビーさんか。あ、小島くんも入って嬉しい。ありがとう。あ、私の役ありがとう。やばいやばい、眠すぎて耐えれない、もう。やばい。眠すぎる、どうしよう。いや、どっちみちね、配信終わっても寝れないのよ。寝れないのよ。広島に来た時にくるくるいない。いないの、くるくる。広島にいないの。あ、ほっぺたすごいな。やっぱりすごいな。
サンチプレスを、え、あれ中毒性あるよね。その、はぁ、あ。くるくるね、広島。守ってて。守ってて。宮崎は、あずみんですね。あずみんも来てる。なんかどこまで言っていいかわかんないですけど、言っていいよって言われたから、言うんですけど、撮影でしたね。演技系のですね。でもなんて伝えたいか分からんくて、なんて言ったらいいんだろうか分からんけど、演技でした。なんて言ったらいいか分かんない。映画とかじゃない？そう、だからなんて言ったらいいのか、むずいよね。でも、スタッフさんも、ね、なんて言ったらいいか分からんよね、これ、って言ってたから、多分本当に何、分かんない。撮影してきましたって言っていいよ、という時、撮影してきました。来年宮崎で聖地巡礼、くるくるも連れてった。そう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 。X の時、夏宮崎。え、そうだよね、そうだよね。え、そうだよね。情報関係、待っててください、ぜひ。待っててください。宮崎は関係あるね。ある。マンゴー食べてな。食べた。コーラし、コーラ。あ、チキン南蛮食べたよ。それは普通に、プライベートで。え、それもメールに書いてたのに、くるくるが寝ちゃったせいでメール送れなかった。本当にもう。チキン南蛮もめっちゃ欲しかったよ。つい。チキン南蛮やばかった。宮崎のコーラは一緒だったね。あ、0キロカロリー買ったけ、ちょっと違うかも。あ、目が。そう、多分、普通に、なんか、映画も、マイケルさん主演の映画のやつもあったじゃないですか。その時から、演技がめっちゃほんまに得意じゃなくて、苦手だなと思ってて。で、そっからの今日だったので、多分よりなんかその心のメンタル的疲れが多分あって、多分眠いんだと思う。メンタル疲れ。でも宮崎めっちゃ好きだった。普通に宮崎めっちゃ好き。なんか空気もめっちゃ綺麗で、綺麗だし、街の雰囲気は好き。
髪の時も白い。白くない。頑張ってない。ありがとう。表情管理くるくる下手じゃない、下手じゃない、下手ないよ。明日の公演、一回、後方、下手橋の、下手側の端っこ。あ、待ってるね。公演、ちょっと鬼久しぶりで、ちょっと緊張してる。明日。爆発、ね、爆発。体力よりメンタル疲れの方が広か。そうなんよ。そうなんよ。新婚旅行で流行った。そうなん。そうなん。ちょっとやばい。なんか自撮りがよくわからんのよね、くるくる。自撮り。広島か宮崎。そう、なんかな、乗り換えとか多めで、いや、くるくるさ、あ？小倉みたいな。小倉ある？お、ん？小倉よ。小倉が、福岡？って知らんかったんだけど。知らんかったんだけど。初サンフレ観戦で勝った。お！しかも、青山選手の、ゴールも、見に行ってくれてありがとう。九州新幹線新庄。おもろいんだよ。小倉。で、今日私が食べたチキン南蛮は小倉。小倉トースト。あ、嘘。え？山口とかだと思ってた。小倉。岡山とか、山口とかかと思ってた。小倉。え、じけ、え？でもさ、広島から小倉ってさ、30分とかじゃない？なんか、山口県とか、福岡県とか思ったら、びっくり福岡県。一瞬、福岡って近って思った。マイキューさんとチョウさんが新幹線、あ、そうなんじゃ、じゃ、一瞬じゃん。君のことが好きだから僕はいつもここにいるよ。人混み、まあ、ちょっと学び得たよ。でも九州来たのめっちゃ久しぶりで、九州方面おひさーみたいな感じだった。でくるくる福岡好きだったから宮崎も好きになった。小倉はわしのおばあちゃん家あるの？小倉ね、え、広島から高田鬼近だよね。普通にさ、福岡って広島からしたら、広島市から福山くらいの近さ。そう、前はちょいちょい博多行ったの。そうなの。全然。好きだな。宮崎県の地も好き。え、めっちゃ良かった。てか、やばいやばい。
なんかさ、今膝触ってるんだけどさ、最近なんか、踊りすぎたからかわからんけどさ、膝に感触がないんだけど。で、めっちゃバリカタで、膝に感触がない。沖縄友達が福岡まで行ってから広島。あ、なるほどね。ハワイユーでくるちゃん。I'm sleepy。痛みはない。痛みはないよ。痛みはないけど、なんか、そう、感覚がなくて。え、サポーターつけな、まずそう。え、そんなにやばいやつ、これ。どうする？痛くはない。感触がない。あ、やばい。牛も美味しいんだ。高千穂牛。なんか、膝じゃき、あ、膝じゃない。かかと、あ、くるくる膝って言った？くるくる膝って言った？ かかとです。かかとだった。やば、え？膝って言ったよね。かかとです。じゃ、曲がるとか言われて、かかとは曲がらんぞとか思って。かかとは曲がらんぞと思ったら、そういう。かかとです。膝って言った記憶もない。え、膝？疲れてるな。あれ？膝やばいよね。君のことが、あ、君のことが好きだから。だからサポーターって書いた。確かに。なんかいい、ちょっとよくわからんなと思ったよ。なんかサポーター、あ、膝に、あ、ちょっと膝じゃない。かかとにサポーターなんかつけてる人見たことないぞと思った。思ったけど、へえーとか言って。え、そういうこと？それはやばいよ。なんか、それはやばいみたいなさ。しかもみんなめっちゃ心配してくれて、なんかそれは、かかとがいて、かかとじゃない。膝が、なんかやばいやばい。それは大変、みたいな。心配、みたいな。なぜ気づく、話したこと、お！何？何？聞きたい。足底筋？測定筋。足の裏の筋肉。うわ、痛そう。ピザって10回言ってて、いや、それ、膝で言って。私、かかとずつしてもやばい？でも、ツボがある。休息時間って知ってる？休むに、足に、時間って書いて。目覚めてきたんだけど、どう、いい感じ。目が覚めてきた。休息時間って知ってる？休息時間。休息時間、足をなんか休ませる、なんか湿布みたいな感じなんだけど、それに、ツボ刺激がついてる休息時間があるの知ってる？それ、めっちゃいいよ。結構、ツボも、しっかり、ツボってる。ツボみたいになってる。つぼってる。でもなかなかなんかどこ、売ってるとこあんまなくて、広島県内でも。アイドルは、測定筋膜炎になる人、あ、多いんだ、やっぱ踊るから。あ、そっちが眠くなっちゃう。あれ？すれ違っている。え、そう、足の裏。そう、つぼがつぼってるよ。なんかね、足裏に貼るやつの休息時間にツボネットがある。足裏。休息時間？ツ ボった？かかとも、かか、
あ、まあ、貼りようによっては、かかとにもツボあるように貼れるけど。ちょっと調べてみてほしい。でも、で、お母さんがなんか、それを売ってるところをなんか探して、買いに行ってくれたんですよ。で、店員さんになんか休息時間ありますかみたいな、言ったら、なんか、そんなのなんかないです、みたいな。なんか、ツボありバージョンとツボなしバージョンの休息時間があるらしくて、そんなのないです、みたいな。普通にツボなしバージョンは結構売れてるけど、こんなの買ってる人見たことないです、みたいな。これっていいんですか？聞くんですか？みたいな。言われたらしくて、なんか、そんなに世間に定着はしてないっぽい。クロクロはめっちゃ好きだった。買ってる人見たことないです、って。どっち聞くな？いや、本当にね。そう、店員さんが。これっていいんですか？私も買おうかなーって言ってたらしい。おやすみ、クルちゃん。おやすみ。いい情報。お、さっきなんかスタンディングとかのライブがあった後とかつけてみたらいいかもしれん。足裏ね。そう、貼るだけで図星液。いや、そうなんよ。そうなんよ。図星液ジェルシート、そう。多分それ。多分それ。足マッサージ、やってもらったことなくて、やってもらいたい。やってもらいたい。痛いんかな？くるくるテレビで見て、うわーみたいに言ってる人は、くるくるは、今んとこ、自分で、やられたことがないから、信じてない。信じてない。ほんと？と思う。まだそのやられたことないからね。お話し会の日の夜に、ツボありの。え、確かに、立ちだからね。明日のナーピの生徒さんに少し遅れても、お！いらっしゃい。ナーピをお祝いしましょう。生誕祭続きだね、僕隊も。お話し会会場にマッサージショー読みたいな。あったっけ？あったっけ？芸人さんがいる足つぼシート？やったことないけど大丈夫でしょう。って思う、今のところはね。やったこと、やったらもう、あーってなるかもしれんけど。足つぼほどじゃない、足裏マッサージ。やってもらえた。でも、ゴリゴリとかされたら。でも、昨日は、ほんとレッスンでもう足がバキバキすぎて、もう、私の体は終わったって言って、リビングで、倒れ込んでたら、お父さんがなんか、やってくれたけど、マッサージしてくれたけど、なんか、膝裏をなんか、激強力で押されて、もう、痛かった。バリ痛くて、なんか、そこって合ってるみたいな。膝裏って合ってる？痛いんだけど。膝裏、樹液シート。え？知ってるよ、知ってる。なんか、セブンとか言ってる？タイムマッサージ、足つぼ、マッサージされたけど、死ぬほどいる。やっぱ痛いの？悪いところが痛いの？そういうのって。全部痛い？足裏って、リンパなん？一番痛い？そうなん？足裏ってちゃんとしたとこなん？普通になんか、間違ってやられたんかと思った。足裏じゃない。膝裏。膝って合ってるよね。膝裏だよね。膝裏間違って、これ、押すとこなんか間違ってないとか思ったのに。ほんとなんだ。膝裏もさっさと楽。悪いところが痛い。そうなんじゃ。左の方が痛かった。
え、そう、膝裏痛かった本当に。いや、痛いって言ってるのに、しかもやめてくれんかな。痛いんだけど確かに力加減ありそう。あ、だいたい痛かったから割とかない。え、そうよね。もう、ほぼ痛いよね、多分足つぼって。つぼが集中してるのが足裏。あ、そうな。それ自分でやろうかな。膝。そう、かかと音間違ってない。いや、そう、くるくる回った。いじりってやつだけど、くるくる回った。なんか、思って。罰ゲームや、ほんとに。そう、でもなんか。なんかお父さんの時代はなんか本当になんか今よりもやばかったから、部活の監督のマッサージとかさせられてたみたいな、だからうまいんだみたいな言ってました。だからマッサージは得意だみたいな。今の時代だったらまあちょっとつ結構まあ捕まりはしないけど、なんかんってなっちゃうルールが OK だったので、足つぼ書いてある靴下、え、面白そうなんだけど、人に履かせてなんか押したい。水は飲んではいけない？やばいじゃんそれ。台湾でマッサージ受けてきた、気持ちよかった。わっ、いいじゃん。安住で実験終わり。うん、いや、こっちはさ、ってこっちは安住のツボをして安住の体を楽にさせてあげようと思ってるだけなのに、なんでそんなに嫌がるのって。なんでそんなに嫌がるの。でも自分もマジででも結構やってもらいたい。あと、マネージャーさんになんか、手のひらをマッサージするのが上手いマネージャーさんがいて、別になんかその、やってたとかじゃなく、ただなんか、ただセンスがある、マネージャーさんがいる。あ、女性ですよ、ちゃんと。足つぼで痛いところ、見たら、頭って書いてあった。頭が悪かった。くるくるもそういうのも、頭が悪い、どういうこと、どういう、あれなんだろう。頭痛系かなとか、脳みその方かな。ヒレ公園入れる。待ってるね。久々の女性ですよ。そう、懐かしいでしょ。あ、ちゃんと女性ですよ。そう、手のひらを押してくれるんですよ、その。あ、あのマネージャーさんですよ。みちゅさんの写真集の声の方。みちゅさんの声の写真集。みちゅさんの写真集。あ、もうダメか。もうダメかも。みちゅさんの写真集の声の動画の人、マネージャー N まで出とるよね。出とったよね、あの時動画で。あの方がめっちゃうまい。手のひらのマッサージめっちゃうまい系。ちょっとお願いしますとか言って、なんかサインとかめっちゃ書いた日とかはちょっと出てやってもらって、くるくるも肩のマッサージ返してやり合う。みちゅさんの写真集、みちゅさんの写真集サインと本当に本人が書いて、あ、それ前田のクラッカーやで。優しい世界。そう。でもちゃんとマッサージを受けるには、こっちもせんといけん。お互い、そう、平等にね。やってもらいたかったら私もやらんといけん。写真集の動画っていうのは、みちゅさんの写真集の告知動画とか、みちゅさんの写真集について語っ
語ってはないか、なんか喋ってる動画、ギブアンドテイク、やばいやばいやばい、名前が出てて、やばいやばい。優しいです。しかもツボ入りの休息時間を教えてくれたのもそのマネージャーさん。全部教えてもらってる。愛媛の映画の撮影の時に差し入れでくださって、その方がツボマニア。そうかもしれん、聞いてみようかな。ツボマニアですか、もしかしてって。足踏みできるかもしれないかも。確かに足踏みボード、買ってみたい。聞くんかな。前職ツボ押し職人ってこと。おもろ。それにしてもこんな早くまた演技をするなんて思ってなかったよ、私は。私は向いてないってもう前回決めつけちゃった、自分に。もう向いてないんだ。ふわ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 ってなってたので、そんな今日はアズミンと一緒で、それはあった。それはよかったっていうか、普通に、ちょっと、その、前のは緊張もあって、初めてっていうのもあって緊張してて、なんか、ここってこうですかみたいな、聞けない環境、環境だったとかそういうわけじゃないけど、なんか聞け、くるくるがちきりだから、聞こえなくて、聞こえなくてじゃない、聞けなくて、そういうのがあったけど、今回は、その、アズミンだから、いるのが、こってこうみたいな、こってこうなんみたいなのを普通に言えるから、落ち着いてできました。自分で言いましょう。確かにね、最初からうまくいくってのは難しい。確かにここからやね、ほんまに。え、ね、思って、ファンクラブのプロフィールには演技のお仕事に興味があるって書いてた。ね、思った。なんかさ、くるくるのファンクラブのプロフィールさ、なんか探偵に憧れがあるとか書いてあってさ、探偵に憧れがあるだと？とか思って、もうちょっとおもろくて、なんか、私って探偵に憧れがあったんだって。めっちゃおもろかった。誰が書いたんかちょっとわからんけどさ、ほんまにさ、ちょっとなんか、おもろくて、それがほんまに。で、くるくるは、その、まあ、探偵に憧れは別に、あるわけじゃないけど、面白いから、まあ、その紹介は、まあ、まあ、普通はまあ、ありがたい。ありがたいんですけど、探偵、くるくるが、その、サスペンスとかミステリーの映画ばっかり見てるから、探偵に憧れがあるって、なったみたい。ほら。そう。その、結構見る、今んとこまだ見る線だったんだけど。何の話がどうなってそうなった。え、そうなんや。どっからくるくるが探偵の憧れが。ほんまにおもろかった。ちょっと見た瞬間。ん？映画にも興味があり、みたいな。あ、ありますあります。探偵に。探偵に憧れ。しかもさ、探偵が、探偵物が好きとか。探偵風
の話が好きとかじゃなくてさ、探偵に憧れがあるのがおもろくない？憧れがあるんって。ふっくら憧れてんだと思って、探偵系のなんか、ちょっと、ショートドラマみたいなの作ってあげようかな。どっちかって言ったらさ、バイオレンス、そう、バイオレンス。多分ミステリー好きから来てると思う、探偵。一番役の子、ズボンは大人。やばい。あれじゃん。あれじゃん。そう。あ、こういうことやっぱ探偵本当？まあ、嬉しいけどね。でもちょっと笑っちゃったよ。めっちゃ好きだった、でも。本当におもろい。考察好き。あ、確かに。考察好きね。ありそう。あ、今度の話から探偵の話しようと思ってた。え？しようしよう。おもろい。探偵確かにまあな。でも今日やった演技はブラックルクルかも。ちょっとブラックルクル。わ、明日ちょっと待って、緊張してきた。久しぶりの公演すぎて。方言も話したって噂聞いた？そうよ。方言も話した。宮崎弁？ちょっと、博多？博多弁と関西混ざってる？なんか。あ、ブラックルクルいい響き？ちょいブラックルクル。わからんけど。興味ある？本当？でもいつなんか情報出るとかわかんないんだよね。いつか本当にわかんないから、もう本当にもうそれちょっと待っててくださいって感じなんですけど、明日には出してほしいぐらいの、あの心はそうなんですけど、そうまだだからちょっと、でもなんかすごい。そう、久しぶりにくるくるいる公演だ。じゃろう、そうなんや。くるくるも久しぶりなんよ。緊張しとるし、な、髪型どうしようって思ってから。来年の縁日で裏くるくる。確かに、いるかな。やっほーって。なんで来たん？来てほしくないんじゃけど。結構くるくるのメンタル大丈夫かな。あ、明日行く？待ってます。公開を楽しみに。ね。でもね、本当に見に行くとかじゃなくてね、パッてスマホでとか綺麗な気がする。宮崎弁結構博多弁に似てる時あるよね。なんとかとーみたいな。なんとかとーみたいな。明日から3日間。ほんまよ？よろしく。最近いろんなお仕事経験でえ？本当にわかる。なんか最近、いや、くるくる最近感情のジェットコースターそんなに激しくないかなと思ってて、ま、実際、ま、1年前くらいは生き急いでいた私の人生生き急いでいたんですけど、ちょっと余裕を持ってゆったりとした心で自分できることをやろうと したらいろんな経験をさせていただく機会が降ってきていただいて本当に嬉しいです。演技もだし、なんか結構いろんなことさせてもらってるなって感謝です。明日から3日連続くるくる本当にね。そう、しかも逆になんかその11月後半から12月上旬全然なかったから、会えるイベントはなかった分嬉しい。ひーちゃん長崎弁ちょっと違った気がする。
新しいクルクルたくさん、確かに確かに。女性アイドル最初は生き急ぐのが正解。え、クルクル鬼生き急いでたよね多分、アイドル1年目とかみたいな感じだ。いろんなクルクルね、クルクルもでもいろんなクルクル見てもらえるの嬉しいですし、仕事なんか情報解禁前の仕事してて一番楽しいのはこれ、ファンの方がしたら喜ぶ、あ、喜ぶっていうか情報解禁した時と告知した時喜んでもらえるかなってやりながら、あ、思いながらするのが好き。じゃけなんか痛いってなるけど、まあ抑えるけどね、そこは痛いってなる、言わしてくれってなが聞こえる。シングル選抜も言いたかった、言いたかったよ。なんならもうなんか生誕祭とかで言おうかなぐらいの、言わんけどね、生誕祭でもう言っちゃおうかなぐらいの心意気だよね普通に。ちょっと壁薄系かもしれん今こう、今セーターさん挟んでるから宇都神宮玉投げなんてあるんだ、そうなのか、いいね。宮崎好き、つい行っちゃいましたわ。アリ、あ、アリ、まさかのアリ、ハロー。あ、明日の髪型どうしよう。ノアピおろしにするんかな。でも生誕って大体ただのおろしっていうか、その初心に帰ってシンプルイズベストにやるメンバーが多いから、ノアピもそうなのかな。となると、まあ、ノアピにやってほ、どんな髪型がいいって聞くのが一番だけど、実際問題そのなんか。何の髪型にしてほしいって質問は、聞かれた張本人からしたら、なんか、まあ、実際問題なんか、そこまで頭回らんみたいな感じではある。あるので、実際の話をするとね、そこまで頭回らんな。そうそうって思うから、なんか聞くのもなんか申し訳なくなっちゃって、クルクル的にはハーフツインしたい。ハーフツインかポニー。よかったわ運命を味方に。市長公演もね、もう大悩みしてるね。どう思う市長公演の髪型は。二部が迷ってて、なんか、
いや、ポニーテール、一部ポニーテールしたいんだけど、ポニーテール、一部でポニーテールして、二部でおろしって、多分ね、きついんよね。メイクさんが大変になっちゃうから、迷ってて。ハーフツイン見たい？お。どっちも行き？ハーフツインしようかな。そう、二部おろすなら、そう、髪に跡がついちゃうのと、くるくるの髪は、結構まとまりが悪い方なので、悪いタイプなので、ポニーテールしようと思ったら、もう固めるんですよ、シューって。固めるけで、2部も、おろすにしても、この編み込みじゃない、なんかこういうなんかさ、コーンローじゃないけど、なんかそっち系なんか、結構強め、強め女性系編み込みをするか、ただ下ろすだけか。そう、一部が、前回一部ツイン系で二部おろしだったんよ。髪切れ？ほんと？嬉しい。女表？強め、そう、かっこいい系。確かに、強めにしようかな。でもぜひ現地に来れない方も、配信とかでもう見てほしいですね。あ、目標って言うんじゃん。目標。羊もいいよね。かわいいよね。名探偵の衣装が似合いそう。あれ？やっぱ探偵に憧れがある。オンライン配信？見てる、ぜひ。ちょっと明日起きれるかな。ドキドキ。今日は起きるための睡眠をします。起きるための睡眠。そう、明日は僕隊広島にね、帰らんといけんけ。早いよ。赤いマグカップと緑のマグカップどっちが好きですか？あれじゃろ、クリスマスマーケットじゃろ。赤じゃねえ。いや、どうじゃ、緑もいいな。ちょっと赤、クリスマス、でもどっちもクリスマスっぽいか。うわ、ちょっと迷いどころ。赤じゃね。風邪かの頑張る。確かに。赤いキツネと緑のタヌキちゃん。どっちや、ほんとに。くるくる迷う。あ、置かれて、床で、半床ぐらい。そう、小元気飲んで。そうなんよ。でも、宮崎はまた来たいですね。わーとか言ってあれだけど、個人的に来たいですね。あの、今日ツイートしてたんだけど、本当に最近旅行に行きたくて、なんか、旅？いや、でも、くるくるは配信はしたいんですよね。配信、やっぱり、イベントがない時とかの心の距離が離れない、心の距離を一定に保ってやれるのってやっぱ配信があるからじゃないですか。多分配信がなかったら
ちょっと心の距離が空いちゃうと思うんですね。イベント期間が空くと。だから配信は、なんかしたくて。まあ、それはまあ言ったらホテルとかできるやん。できるから、なんか。で、行くとしたらさ、やっぱ年始受験さ。なんかどっか行きたいなとか思って。そして受験もしたいんよ。ビビマルチューレ。やばい。行きたいところあるって言ってたけど、まだないでしょ？やばい。全然わか、覚えてないけ。全然覚えてないけ。あんま行きたく、行かんでもいいと、行かったとこかも。あ、思い出したわ、行きたいとこ。行きたかったとこ、思い出した、思い出した、思い出した。あの、射撃場に行きたいよ、くるくる、射撃場。これはそんな、もう本当に、日頃の鬱憤をとかじゃなく、その、ベイビーワルキューレ、タイムリーの話なんですけど、ベイビーワルキューレにハマって、それはなんかめっちゃ銃撃ち合う感じの映画とかドラマなんですよ。だから、それにハマって、それを真似して行ってみたいな、みたいな。真似して行ってみて、かっこいいくるくるをちょっと、開花させたいなっていう。あ、旅行の件コメント。お、ぜひ待ってるよ、今からでも。そう、配信ね、そう。でき、リプラン見て、そう、旅行とか、探偵に役割、あります。配信のおかげで、こちらのコロケにどんどん近づいてる。近づいてよかった、近づいてる。離れないでね。探偵で射撃をする、やばい。ムカキおじさん、なんかオリンピックだっけ、それ。あ、旅行から今帰ってきました。お、いいね、お疲れ様。息抜きね。すごい、銃の反動。いや、やばそう。内緒にすることじゃない。いや、なんかさ、くるくる射撃場行きたい。ちょっと、くるくるなんかやば。って思われたらどうしようとか思ったんや。お祭りにした時でも全然いい。全然いい。射撃場、え、今あるよね。クルクルも調べてたんだよ。クルクルが銃撃したらビビブの二人よりギャップある。いや、クルクルが銃撃つと思うよね。あ、射撃で。あ、お前ほんと？サバゲー昔。あ、やってた？島根県のホテルに泊まってる？旅行じゃなくて違ったのが残念だけど。あ、でも、いいよね、そういうのね。ライフル射撃場。エアガン撃ったことない。もうそういう系全くやったことないけど、やってみたい。え、エレベーター近くに射的、え？行こうかな。行こうかなとか言って。そこにそう行ってみたいの。バン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 。でもくるくる、チキリだから。ハワイ旅行に行った時に銃撃場、間違えた、射撃場行った。反動やばいよね、やっぱバーンの返しが。あ、サバゲーコスメ似合いそう？ほんま。あ、そう、行くとしたら親か誰か、そうね、行くとしたら運転できる誰かがいないといけないんですよ。あの、大体、なんか森の中とか、ちょっと透明のとこにあるので、え、でも、お父さんに言ったんですよ、行きたいって。行こうって言ってくれたんですけど、なかなか、やっぱ合わない。なんかそう、たまにある休みに、あ、この前言ってた、ライフル射撃場行くか、って言われて、ちょっと、体力がちょっと、今じゃないかも、みたいな。体力が今日じゃないかも、みたいなことが結構あって、あの、いけないんだけど。そう、山の中多いね。でも、実弾は怖いよ。空気の方で。
趣味射撃。いや、怖い怖い怖い。アイドル趣味、アイドルの趣味、射撃。探偵に憧れているとか、もう本当になんか被れとるやん、くるくる。くるくる本当に映画に被れとる人みたいになっとるやん。本当に。あ、くるくるは観光地なら自然がいっぱいのとこか。びっくりしたびっくりした。あ、なんか、お化けかと思ったじゃん、やめてよ。建造物とかがすごいとこなんかどっちが好み。結構最近は自然が好き。あとくるくるが行きたいのは、これはもうめっちゃ2016年から行きたいとこがあって、それは沖縄のハッシュタグ好きなんだの MV 撮影地。ハッシュタグ好きなんだ。そういうのを鑑みるとくるくるは私自然が好きなのかなとか思うけど、くるくるに心、あ、描かれてる心の、心の射撃女にしようかな。じゃあ、ニックネーム。中二病感あるよね、絶対。そうだよね。ファンクラブイベント、ファンクラブイベント、射撃場、やばい、おもろいかも。おもろいかもしれん。聖地巡礼、あ、聖地巡礼好きかも。聖地巡礼好きかもね。みんなの心を射抜きたい。確かにファンクラブイベントしたいことを叶える場所。確かに。確かに。で、くるくるがライフル撃ってるとこを、カメコ。怖いって、ツイッターに。ハッシュタグカメコ STU で流れてきた、くるくるのカメコ、銃持ってたら、怖いって。怖いって。実弾で、ズッキュン。意志に殴れる予感する?くるくるの、カリーの目が。確かにサバゲー、サバゲーってどんな感じなん?沖縄いいよ。首里城以外の跡地も。逆に興味湧く人おるかな、新たに射撃やってるアイドル。お笑いキャンプってどうなった、お笑いキャンプは一旦なしで、一旦なし、くるくるが審査員ならいいけどね。あ、絵になる、ほんとちょっと優しい。そう、あと熱海も行ってみたい。熱海、でも今日くるくるがインスタのストーリーとかに載せてた感じの、なんかもう川の流れのようにみたいな感じの雰囲気も好き。沖縄って PR 舞台の公演目的出たら中止。あ、なんかあったよね、なんかあったよね。コロナ、あれ違うか。あ、新コロナか、聖地か、熱海。お腹が台湾行ってきて、お、台湾配信、間違えた、開始15分でネミネミ言ってたのにまだ僕は見れてるし、なんか夜に近づいてネメネメくるくるからバキクルになってきましたよ。色付きビビだで打ち合い陣地取り。あ、陣地取りね。 J1 のサッカースタジアム全制覇、いいじゃん、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん。
なんかはぐるぐるの時間だ。マレーシア行こうかな、お母さんに会いに。マレーシア、今こそ未来だ、一緒に歌おうか。夜空に光、正体は火の玉っていう北海道の空で撮影みたいな、今ニュースが流れてた。怖っ、火の玉が。ソロンプ美味しいよね。美味しいね。暑いけど。国境のない時代のオリジナル衣装着てみたい。火球って言うのこれ、火の玉、火玉、火球見たことあるけど、あれす、え、すごい、え、火の玉って怖い、地球滅亡系じゃなく隕石系ではないのか。流れ星なんだ。ふえい。あ、隕石系もあるの？怖っ。隕石系怖っ。確かに。火球を火玉って呼んでたら地球も地玉だ。来年は太陽フレア、太陽の活動が激しくなるから異常気象が起きる。怖っ、やば、怖っ。怖すぎ、そうなん。ちょっと太陽くん、活動ちょっともうちょっと静かめにしようっていう。太陽って名前出して、まさかの、まさかの電波障害、え、やだよ。いや、北海道も行ってみたいんですよね。それで言ったら北海道、北海道行きたい。双子座流星群ピークなの？怖っ。確かに広島から北海道どれくらいなんじゃろ。直行便あるんかな、そもそも。小樽行きたい。小樽行きたい。あ、涙。涙の数だけ強くなれるよ、アスファルトに咲く花のように、見るものすべてに怯えないで、明日は来るよ君のために。小樽のお寿司食べたいよ。あ、今ヒータンがクルクさんよく滑ってるって言ってた。森、スエ、姫、ナー、何やってんだよ。こう、クルクルが。どんだけレッスン終わりに。クルクルさん、今度の花だれの、今度、ま、今日あったんですけど、愛子内さんの、そして人は無力と思い知る、一緒に踊ってくれませんかって言って、何の後ろに踊ったことか。ちょっと何の後ろに踊ったことか。はい。
でもね、すごいことに、くるくるはすぐダンスは記憶から消えてしまうタイプなんですけど、そして人は無力と思い知るは、ずっと頭の中にあってまだ踊れるんですよ。もう結構やってないのに。結構一年ちょっとぐらいやってないけど、あの曲だけは、まだ踊れる。え？直行便あるの？北海道行こう、来たいな、これ。小樽にはルタオ、すげえ、っていう、美味しいケーキ屋さん。ケーキ食べたい！雪祭り以外の冬の時期は割と安い方が、ちょっと雪も見たいし、北海道走ったら人生変わった？人生観、人もめっちゃ安い。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん。そうよ。あ、さすがです。あ、そうです。ありがとう。ひーちゃんに言ったけど。ほんまに。オーロラも見たい。北海道めっちゃいいじゃん。本当にそして人もよくと思い知る。一週間かけて5キロ増えて、やばいやばい。すっごいくるい、ちょっとやばいかも。それ、やばいよ。やばいやばい。最近食べすぎてやばい。留学帰ってきた時、人生変わったわって言った。もう、留学から帰ってきた時はもう、いやー、ホストマザーが日本人の方で、日本語通じたわだったわ。一発目。家で日本語通じた。アイドルって何泊かの旅行だと、そうなんよ。何泊かが取るのが難しくて、そうなんよ。じゃけ、ユニバ行こうとか思っても、日帰りとかじゃないとなかなか行けないから、そうなってくるとやっぱ年始に行くのが一番あれなんかな。年始はもうなんか、何かない限り強制休みなので、大体弾丸よ。そう、じゃけ、プライベートのお友達となかなか行けないよね。メンバーとかじゃないと、予定のさ、わかんないじゃん。急に断ってもメンバーだったら、いや、あるよね、そういうのってなるけどさ、それわからんかったらさ、え？ってなっちゃうからさ。年始めちゃくちゃ高い。やばいやばい。いやー、くるくるに優しくしてよ。この世界。この世界に優しくしてよ。人間に優しくしてよ。まあでもさ、マレーシアでもさ、配信してたぐらいだからさ、ちょっとした旅行だったら配信できるか。それではそろそろスクショタイムをしたいと思います。チキンナム美味しかったポーズ。着てる服？こんな感じ。それでは告知タイムをしたいと思います。
VDC マガジン発売中です。ぜひ予約お待ちしています。そしてあ、今日は撮影をしてきました。どんなのかは楽しみにしていてください。そして、日替わり日めくり日がカレンダー発売中です。ぜひゲットしてください。そして告知は属性が、そしてファンクラブも開設してます。ぜひゲットしてください。あ、ゲットしてくださいじゃない、ぜひ入ってください。そしていろいろ投稿してるのでぜひ見てね。お、カレンダー申し込みありがとう。あ、あー、近い極小ダム極小ありがとう。ダム2月11日火曜日ありがとう。握手会とてもとても嬉しいです。ぜひ、あ、明日までチケット再販、あのくるくると握手しに来てね。ありがとう。全部ごくしょ、ぜひチェックします。そして明日は僕の太陽公演ノアピの生誕祭です。ピピピピピピのアピシュキ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 のアピの生誕祭です。ぜひ楽しみましょう。明日の1時までです、握手会。それでは壇上13位、つっくんありがとう。12位のしーありがとう。11位天使の絵の具ありがとう。10位ステラありがとう。9位マスタカありがとう。8位オロチありがとう。7位トマトポありがとう。6位キヨありがとう。5位ナナニシありがとう。4位ウォッカありがとう。3位メタボありがとう。2位アオありがとう。そして1位はジュルル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 ルパーン、ケイちゃんありがとう。ケイちゃんありがとう。皆さん今日も見てくださってありがとうございます。ちょっと目が覚めてよかったです、配信の最後の方。それでは明日も頑張りましょう。おやす宮崎。来た来た、これ来た、これ来た、これ、おやすみ宮崎。